死の深みへ。ここで我は己を知るのじゃ。武士道というは死ぬことと見つけたり、我がこの地におるのはそれゆえか。遂げるため。では、守ると誓った者どもを見捨てるのじゃな。もう遅い。皆、カゲロウに斬られてしもうた。では他の者もまた死ぬ。
またしてもまばゆい幻。欺かれはせぬぞ、ヨミ。前に進むことができようぞ。過去に切った者どもの顔をしておる。この者どもは手に入らぬ平穏を探しておる。核のごとき浅ましき地にありても、この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。わらわ遊びはしまいじゃ。去る時が来た。ヨミが許すならばじゃ。
早道などありえぬ。誓いに忠誠であるならば。虫に食われた木のごとく、この地は崩れゆく。我が失ったものの幻、さらなる欺き、まやかしじゃ。ロークが皆無駄足ならば、もしや我が愛子に会えぬようなことがあるならば、斧が身の身を案じおって下りがお前を迎えようとしている。いよいよこの腐った騎士を去り、なすべきことをなすのじゃ。お前が志を貫く先にあるのは忘却じゃ。私は見飽きた。
これは何のまやかしじゃ。私は見飽きた。ヨミこそお主の幻に飽きておる。お主は己の真の姿を受け止めねばならぬ。ヒロキよ、何者なのじゃ。我らは別れ欠けておる。それゆえに我らはあの輩に二度も敗れたのじゃ。我らはカゲロウにとって驚くべきものではなかった。愛がお主を縛り、義がお主を縛り、憎悪がお主を縛る。一つ一つが相反する者同士、和を保つには未だかなわぬ思いを遂げ、まことにお主を導く者を知ることじゃ。拙者が選ぶは愛子のみ。いかなる時も我が妻と共に。お許しください先生。我が務めは他の者に。黄泉からは一度のみ回帰が許される。再びこの地に戻るとき、永遠に後なる。行くのじゃ。